で、まあ、薬はまあ今日は飲まさんでもいいです、はい、で明日が問題なんだけど、はい、うちとしてはどうしましょうね。来ます、来れます、はい、何時になります。でも早い、あ、もうあの待って、あの大丈夫です、明日待ってます、車で連れてきてもらえるんで。あ、そうなんですか、はい、あの待ってるんで大丈夫です。もうあので スタートがだから10時ぐらい、うん、10時でいいです、はい、そうしてもらうと助かるな。ね、朝毎日大変だね、申し訳ないです。じゃあ10時、ほんで何時間、1時ぐらいか、1時ぐらい、うん、そうすると2回ご飯食べさせられるから、うん、でもまあ2回目は少ないですけどね、はい、1回目は多分食べ、もし食べなかったらまだ 80g 食べさせますけど、はい、ジャッキー食べる薬はね、ちょっと預かっておきますね。わかりました。どっちみち食べるところはやれないですからね。これ食べる。で、うんちはしました、書いてあるね、うんちしました、はい、3×3×4 ぐらいのおしっこもしてますね、はい、ただ、まあ、ゼロですねジャーキーはちょびっと食べた。ジャーキーですね、誘導食やった後にジャーキー食べてたね。あ、そうです。だってあのかぼちゃと缶詰で、かぼちゃは食べるで、缶詰のそれともう結構多い感じなんです。かぼちゃ食べるの、この子。食べます、かぼちゃは食べるで、かぼちゃ食べるんでついでに缶詰も食べてほしいって乗っけるともう食べなくなっちゃう。そう、この子買ったよね。本当にそうなんだ、ね。お家でも、お家でもそうなんだ。でも元々さ、ドライフード食べとったんですよね。そうなんです。ドライフードだけで。そうです。で、あの缶詰ちょっと混ぜるけど食べてたけど、まあまあ、缶詰がちょろっと混ざってても、まあ、主体はドライフードで食べとったんですよね。そうです。だから あとさ、流動食をさ、口の中に入っちゃえば食べるからさ、まあ一応、うん、あのドライフードさ、ドライのまんまで少し置いとくのと、もう一皿さ。うん、ふやかしたやつも入れてもらえません。あ、分かりました。お湯で10分ぐらいふやかしておいてもらって、はい、水分切って、はい、でまあでも2時間ぐらいですね、置いておくのは。ふやけたやつはね、あんまり長く置いておくと傷むんでね、ドライはずっと置いておいてもいいんですけどね。うん、すいません、ちょっとそれで何でしょうかね、これは。あんまり食べんかったらちょっとまた血液取ったりするかもしれませんけど、はい、まあ、とりあえずちょっと明日は検査はしないです。わかりました。でこれは預かっておきましょう、入れていけばいいよ、うん、はい、じゃあごめんなさいね。はい、でまあ足腰の方はまあまあいいです。あ、感じですかね。起き上がりとか。いいね、食べんとこないようなの。そうなんですよ。はい、すいません。じゃあ明日10時に。で